してくれてます、パーカッションの岩ちゃんといます。いいで、うん？パーカッション、え？ローソン岩野くんです。どうぞ。はい、こんな感じで。いいですよ。ボロボロで。普段は僕ベースのですね、ベースボーカルで、違うバンドをやらせてもらって。それで、まあ、他のバンドもやったりとかしてるんですけど、これも、この弾き語りの活動もですね、その一種でやっております。バンドの方でもオリジナルをやっております。今日、最後、ザ・パンクロックプロジェクトというバンドやるんですけど、それのドラムやってます。岩ちゃん、ローソン岩本です。どうでもいいから曲やります。オリジナルばっかりやってたらつまんないと思うので、ちょっとコピーをやりたいと思います。Thank you.
じゃあ次でラストにします。え、やれる曲があんまりないんですが、次やる曲が最後なわけですけど、新曲をちょっとやりたいと思います。僕の友達がいるんですけど、まあ、パンクロックプロジェクト の、 そのギターのお友達なんですけど、ギターボーカルでやってる友達が、付き合って、彼女がいて、その彼女と明日で、明日で2年経つそうです。これ言っちゃってるじゃん。そのまあそこにいるのがその彼女さんなわけですけど、その2年経つとね、本当めでたいなと、僕でも1年とちょっとだけだと、それでも2年行くのは本当めでたいとね、いつまでも仲良く幸せにいてほしいとほんの少し思ってですね、少しだけいや大いにそう思ってるんですけども、嘘っぽいな。そう聞こえます。いやでも本当に喜ばしいことだとは思いますよ。いやこれは本当そう思ってるんだけど。何で動揺してんだよ。え、なんで動揺してんの。いや誤解されたら困るじゃないですかね。本当お互いね好きになったんだから、いつまでも仲良くやってほしいなと思います。本当に思ってる。思ってますよ本当。いや僕本当に人がその付き合って別れてとかそういうの聞くと本当泣きたくなるぐらい悲しくなるんですよ。泣けばいいじゃん。いや泣けないです。どうでもいいんで。嘘じゃない。嘘じゃないよ。でも悲しくなるのは本当なんで。だから本当2年ね経つっていう時、経つっていう。